こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。今日はバーチャファイター e スポーツが出ているわ。今日は前回アップしたこれの。定期トーナメントのウプ主のファイトサラね。前回はウプ主の勝った試合だけで割愛したが、今回は3試合目までアップするぜ。結局、ウプ主負けちゃうのよね。ウプ主にしては、格上相手にいい試合したんだぜ。日曜日の朝6時からやっているのね。もうエントリーして、対戦の組み合わせを決められるぜ。シルバーカップなら、大体同段位と当たるが、今回はゴールドカップなので無差別に当たるのね。ウプ主は6段で入ったから、大概格上と当たるぜ。今の段階でも格上ばっかりね。みんな早起きね。最近は早すぎるのか？人数が集まらなかったんだろうな。試合が成立しませんでした、と表示され中止になることもあるぜ。早いもんねー。今回は大丈夫そうだな。1試合目の組み合わせが決まったわ。やっぱり人数が少なめだったのか？1試合目は、ウプ主は不戦勝だぜ。まあ、ラッキーと言っていいのね。しかしトーナメント表を見てもわかるが、劣勢のサラとつわもののレイフェイと母勝者と当たる。レイフェイより格下のサラと当たりたい？ウプ主的には格上でもレイフェイと戦いたいんだ。よっぽどサラが苦手なのね。ウプ主、レイフェイが勝つことを祈るぜ。ウプ主のカウントダウンが始まったわ、緊張するわ。はい、ウプ主、苦手なサラと対戦です。ウプ主、最悪ね、もう戦意喪失しているだろうな。真面目に戦ってよ。1試合目はパイステージだわ。強そうなカスタマイズされたサラだぜ。ウプ主、決定、お得意のリスキーなダウン攻撃。避けられなかった。ああ、やっぱりサラ強いわ。ウプ主、弱いながらも虚しく反撃。お、ダウンさせて、またリスキーな攻撃するか？やっぱり、やった、でもまた当たった。間合いができても、ウプ主から詰めちゃうのよね。で、勝ってたのに必殺サマーソルトをくらい、KO。普段ならこんなサラには3セット連続で取られるな。ウプ主、2セット目は積極的にどつくのね。で、ガードされ反撃をくらう。ウプ主、ダウンから蹴る。相変わらずリスキーなダウン攻撃だ。回し蹴りしてまた同じダウン攻撃。当たってるからいいけど、蹴りを食らいながらも、KO したわ。ウプ主、これで十分満足だぜ。振り出しに戻ったわ。ウプ主、積極的に攻めて、皿を吹っ飛ばすぜ。やっぱり、こんなもんだな。と、思ったら蹴る蹴る。さらにもう一発、カダンカダンカダン回し蹴り。はい、ダウン攻撃、当たった。駆け寄って、おやー。またサマーソルトクラウも、回し蹴り。ウプ主、また勝ったわ。今度はリプレイもちゃんとあるぜ。ウプ主、疲れてます。もう疲れたから早く終わりたい？ウプ主、そんな戦い方だな。ああ、このサラにはダウン攻撃が決まるな。ウプ主の戦い方はいつも一緒よね。昔の戦い方だぜ、今度は避けられたな。パターンを読まれて、掴まれそうになっても。蹴られても KO やー。リプレイを堪能しようぜ。こうやって見るとエフェクトが派手だねー。このセリフを言わせたかったぜ。言えてよかったわね。もう2試合目だ、ウプ主休憩したいぜ。 CPU 相手みたいにポーズできないもんね。コーヒーは控えるぜ。そうね。次は影ステージね。立ち位置変えたいよな。ああ、もう、勝てる気が全くしないぜ。サラのガードが硬くなったわね。1試合目で、ウプ主の攻撃を読まれているな。もう、全部ガードされてるやん。ウプ主、チクチクゲージを減らすぜ。いけるか？と思ってもガードされる。ああ、サラにダウン攻撃食らう。サラ、回っただけ？やられまくっても、ウプ主のゲージ多いな。お、蹴って勝ったわよ。変な勝ち方だが、勝ったからよし。ウプ主、疲れているでしょうね。いきなりサラスターがウプ主しばき返す。どんどんしばきます。しばく？ガードされてもしばく？調子に乗ってると必殺サマーソルト食らった。微妙だなー。サラ、足長、ウプ主、あかんなー。蹴られて、おまけにサマーソルトで KO。 ウプ主、もうやめたいだろうね。また振り出し、セット数が増えるのが嫌だろうな。なんか、ウプ主ええやん。サラも疲れてる？
ええやん、ええやん。KO、それも。エクセレント。エクセレント勝ちは気持ちいいわね。そうだな。ウプ主、頑張れよ。寝るなよ。序盤は渋い展開ね。ウプ主もガードしだしたな。さらにしばかれ。サマーソルトを偶然避けて。蹴られ、蹴り返し、押す。せっかくダウンさせたのに、ダウン攻撃入力ミス。で、サマーソルトを食らう。ウプ主、ガードされまくりね。読まれとるな。ゴブゴブだが、あかんか。もう、されるがままね。そうやな、ウプ主、ガードできなく、KO。ウプ主、負けるのは仕方ないが。また、振り出しで、5セット目やで。ウプ主がこのセットを取ったら終わりね。ウプ主、やけくそに入力ミス連発ね。ウプ主、入力ミスで飛んで、偶然足技を避けたわな。お、久しぶりのダウン攻撃が当たった。しばかれ、サマーソルトを食らう。ダウンしたところに走り込まれ。立ち上がって、サマーソルトで KO。ウプ主、もうあかんわね。リプレイで何回サマーソルトすんねん。乳首ドリル、すな。今度は言われてしまいました。いつものことや。これで1-1で、ほんまの振り出しやぞ。次、3試合目ね、すでに9セットやったぜ。ウプ主が心配だぜ。死んでないわよねー。最後は兄貴ステージだな。10セット目だぜ。ウプ主、開始と同時に蹴る。ダウン攻撃、炸裂。ウプ主、今のところ優勢だぜ。ええやん。めっちゃ反撃食らってますやん。ん、どうなんだー。ウプ主、反撃と思ったら、しばかれたが、蹴ってダウンだ。いけいけ。得意のダウン攻撃炸裂、KO。ウプ主、勝ったわね。リプレイで見ると、ほんとすごいエフェクトだぜ。11セット目だ。おぉ、ウプ主、行く行く。まだまだ行ってるなぁ。ウプ主、勝てば、反撃くらい出したわ。ウプ主、ダウンしたけど、サラは何もしない。蹴って、ダウン攻撃 KO。ウプ主、3試合目で2セット連取だぜ。はい、12セット目。ウプ主、足上げるも、サラは後ろに。サマーソルトが出るが、着地前にしばき。ダウン攻撃は当たったけど。逆にウプ主ダウンさせられー。さらに蹴りまくられて。ウプ主、気持ちいいくらいゲージを削られ。反撃するも、KO。まあ、これが普通だからね。そうだそうだ。もういい。はい、13セット目ね。ウプ主、開始から、また飛ばしてるなぁ。やけくそで勝ちを狙う？あ、サマーソルト食らった。このサラ、ダウン攻撃しないなぁ。ダウンでバウンドしたところにサマーソルトを食らう。ウプ主、それなりに反撃するも、またダウン攻撃の入力ミスね。地味に痛いミスだな。あとはやられ放題で KO。入力ミスが痛かったな。フェンス近くだったから。決まれば勝てたかも。で、14セット目だ。泣いても笑っても、これで勝敗が決まるわね。ウプ主、ダウン攻撃決まらない。またダウンさせて、今度は決まったわ。逆にダウンさせられたが。さら、ダウン攻撃しないよな。立ち上がろうとしたら、上から蹴られ。サマーソルトを食らい、ナスがまま。で、KO、もう二人とも頑張ったぜ。ウプ主、格上の苦手のサラ相手によくやったわ。また言われたが、ありがとうございましたって感じだぜ。休憩なしに同じ相手と14セットやったぞ。ウプ主は試合が終わったんで、疲れて退出したわね。という試合でした。これで今回は終わってもいいくらいなんだが。やっぱり、勝った試合もアップしたいぜ。後日、ランクドマッチの画像だぜ。ウプ主、7段に昇格しているわね。この別赤は、これ以上上げたくないんだがな。意外と PS5 にしちゃ、ここのロードが長いぜ。しかし、さっきのサラ、ダウン攻撃しなかったな。昔、ゲーセンが華やかな頃、店によっては、ローカルルールで、ダウン攻撃禁止って、あったわね。めちゃくちゃ懐かしいぜ。やっと画面変わったぜ。今や7段で、同段位くらい希望設定で待つのは、仕方ないわね。そうだぜ。待つ間、CPU 相手に練習できるが、相変わらず、ウプ主放置プレイだな。まだかいな？ここだけは、時間が読めないぜ。もしかしたら、めぼしい相手は今対戦中かな？ウプ主、トイレでも行ってきたら？念のため、リモートプレイにして。
パソコン持って入るか、時間帯によっては、とんでもない段位と当たるぜ。どれくらい？下は10級から、上は反則級だ。あらあら。うぷ主だけじゃないだろうが。マッター逆、他のモードや終了することもあるぜ。まあ、仕方ないわね。うぷ主、起きてるか？やめる？ん？もう少し待つか？もう、ええ加減来るやろ。来た。小田裕二か。来る。誰かな？レイフェイヤー。それも4段。うぷ主、レイフェイには根拠ない自信あるもんね。嬉しいが、ジャッキー使い、なんて。表示しているのが不気味だぜ。リオンステージね。カスタマイズしていないのもうまそうだぜ。ザコ。修行の成果。見せるわよ。ラウンド1。レディー、ゴー！おお、積極的だねー。うぷ主も行くわ。蹴ってダウンさせて。ダウン攻撃、あーやられた。レイフェイ強いな。オッコンドはダウン攻撃炸裂だぜ。ほんまにジャッキー使いかもな。うぷ主、反撃やー。これっけよー。うぷ主、ほんまにレイフェイ得意かもな。サラよりは得意そうね。相手の好みはあるよな。2セット目だぜ。来るぞ。やられて、やり返して。また、やられてやり返すって感じね。うぷ主、おやーってダウンさせるも。得意のダウン攻撃は避けられたわ。また、しばき合いの末ダウンさせ。今度はダウン攻撃成功で、しばいて KO。勝ったな。2セット先取したな。3セット連取しちゃえ。うぷ主的には得意な相手らしいがな。3セット目が始まるぜ。うぷ主のいつものパターンで始まりね。ダウンさせられても転がって、蹴って。ダウンさせて、ダウン攻撃炸裂だわ。間合いができて、調子こいて飛び込んだら。気持ちいいくらい吹っ飛ばされたな。立ち上がりを狙われ、KO。ん、取られたわね。見てもわかるが、うぷ主は絶対。絶対プレイはしないからな。普通に負けたのね。4セット目は初めから蹴られダウンで。しばかれ、しばいてもガードされあかんやん。なんとなく不利だな。おお、レイフェイっぽい動きだぜ。こういうポーズで止まるわね。そうなんだな、そこをダウン攻撃、しばいて KO。勝ったわ。こういうところが、うぷ主は戦いやすいんだろうな。サラとは違うわね。言ってやった。相手は再戦を申し込むか？来たわよ。うぷ主どうする？疲れてるだろ？調子こいて受けたわ。後で後悔しても知らんぞ。そうねえ、ほんまに知らんぞ。まあ、このレイフェイは変なポーズで止まっても。そこからトリッキーな動きしないけどな。始まった、ステージは変わらないのね。まずはその技、見せてもらおう。レイフェイってセリフの脳が腹立つぜ。準備はいい？パイのセリフは可愛いぜ。なんや？それ、何いきなり飛び上がっとんねん。さっきから、うぷ主よく飛ばされてるわね。いつものパターンでダウン攻撃炸裂。うぷ主、勝ちパターンか？どついてどついて回し蹴りからぶり。くらった。この動き、技？ただの暴発？動きだけだから、どついてけよう。異常に強いレイフェイもいるが。うぷ主と同程度なら確かにサラより戦いやすいぜ。次も勝っちゃえ。かましたれー。相手が中段を出したら、偶然下段を出したな。ダウン攻撃当たったわ。うぷ主、ええやんええやん。まだ、ええやん。入る入る。ダウン攻撃は避けられても、どついてけよう。勝った勝った。レイフェイ疲れてる？今度こそ3セット練習よね。うぷ主も疲れているはずだぜ。これで決着よ。あ、空振り。あれ、うぷ主、また、飛ばされてるわ。反撃反撃。空振り空振り。回転しながらダウン。ダウン攻撃されないなってか、うぷ主何してんねん。また3セット目で負けたわ。うぷ主の集中力は2セットが限界だな。このリプレイ、きついな。うぷ主、これで勝ちなさいよ。空振りばっかりだぜ。当たり出したわ、エフェクト綺麗。何でも当たるぜ。レイフェイ、戦意喪失？と思ったら、やられた。うぷ主、大丈夫か？あ、意外と簡単に KO。2連勝だ。うぷ主、やっぱりレイフェイには勝ったわね。
強いのには負けるがな。はい、いただきました。で、いきなり選択画面になるが、もう再戦は選択できない。なんで？同じ相手と2試合連続で対戦できない仕様だ。それ以上すると、癖が読まれるから。と公式ホームページのインストには明記されている。へぇ、確かにね。それでは、今回の動画はこれで終わります。うぶ主的には、バーチャファイター3をやるつもりでしたが、現在ドリキャスト奮闘中です。こんな？もっと、いっぱいあるぜ。バーチャファイター3、好きね。一番好きだぜ。アメリカのディズニーワールドで。アフリカ系アメリカ人と対戦もしたぜ。へぇ？ちょうどディズニーワールドのトゥモローランドで。バーチャファイター3が稼働し始め頃だな。うぶ主の数少ないブリューデンね。ブリューデン、デンデンデデン。フルルって、ゲームも知ってるじゃないか。そうだけど、うぶ主、かっこいい。わかったって、もうええわ。うぶ主、ドリキャスの純正アケコンの、棒ボタンを必死でリハビリ中だぜ。エスケープボタンね。お、そういやエスケープボタンな。日本じゃ、エスケープの、E、と表示されているが、アメリカじゃ、D、なんだぜ。え、何の頭文字？今度解説するぜ。お願いね。うぶ主、今度こそボーナスステージまで行って、イニシャルを入れるため奮闘中だぜ。ビジュアルメモリのデータ、なくなってたもんね。お後もいいようで。それでは、最後までお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ゲームオーバー。